まあ、転換からやりましょう。転換、いろいろな方法あります。で、僕がやってるのはね、こう、取りに来るんですよね。で、こう、気にしないっていうのをやってるの。で、その、荒川先生なんかは、こういうとこ刺していって、それから、こうに変わるとかね。それから、こういうふうに、押さえて、それでどうこうするっていう、そういう方法があるんですよ。で、僕の場合は、こう、持たれちゃったら終わりだから、自分が安定してるのが優先して、こういうふうにやってる。そういう形ね。で、そういう形なんですけどね。そういうことが分かってないと、なんていうのかな。僕がやってるのはこういう、持たれたら来ちゃうから、持たれないように、初めからこう持たれないようにね、それでこう出てくるっていう、そういう形やってるんだよね。そういう形で、そういうことを理解してやってほしいってこと。で、こう、足を止めるとか、こう崩していくとか、そういういろいろ意図がありますから、そういうことを理解してやってほしいってことね。そういうこと。自分はこっち行って、それでここのところをこういうふうに出してくる。そういうこと言ったんだけど、僕はこの手を捨てろって言ってるんでね。例えば、この手は邪魔だから、これすごく邪魔。だから捨てて、それで入ってくるって。で、同じこと言ってんだけど、ちょっと表現が違うっていうかな。こういうふうに入ってこうや。これ捨ててんの。この手。捨ててんの。こっち捨ててんの。で、この手をね、この手は強い手だから、ここで競争しないってことを言ってんの。これ強いの、すごく。だから、競争しないで捨てろ、向こうへ捨てる。そして、入ってきた。そういう形をやってるっていうだけの話だからね。それから、ここは強いから、ここで競争しちゃうと、彼女は下がっちゃったりなんかして、行っちゃうの。だから、僕はここ入ってんだけど、こういうふうに、ここ捨てないと、持ってたら、ここは入れないんだよね、ここ強いから。で、だから捨てろって言ってるの、こっちへ捨てろ。で、入ってって、そういうことを言ってるのね。で、そういうことだから、同じこと言ってるんだと思うんだけど、こう上がってきた時に捨てて、で、入る。そういう形ね。そういう形でやってみようかなって。もう、ここは強いから、ここは入らないから、こう捨てて、で、こう入る。そして入る。そういう形ね。じゃあ、ちょっと一応やってみましょうか。どうぞ。捨てるっていうのはね、競争しないってことなの。競争しない。ここと競争しないってことなの。ここは無視してるってこと。無視してると、ここに行った時に、ああ、行き過ぎちゃったなと思ったら捨てる。でか、こういう風に入るって、とかね。ああ、競争しちゃったなと思ったら、やめて、裏に入るとか。そういうこと。だから、競争しないってこと。だから、ここ無視してるの。ここ無視してるの。無視。無視してれば、こういうふうにできるよね。無視。こう無視してるの。無視してるけど感づいてるって、こう転換と同じ。無視してるんだけど感づいてんの。そういうふうにやってほしいんだよね。で、こういうふうにやって競争するのはこれしょうがないの。人間のこれ差がだからね。これ競争するの。こうやって競争しねえんだよって、そういうふうに、そういうふうに思わないとダメ。ね、思わない。だから競争しないで、こう。
競争しない練習な、捨てるってのは競争しないってこと、こういうふうに競争やめないと、競争やめるの、競争やめて、競争やめていいところに入る、そしてこうね、そういうことね、競争するの、必ず打ってくればこって競争するの、だからあ競争したでやめてって、そういう、そういうことを練習した方が、競争するのやめて、でこう入る、で自分を守るってから、自分を守ってやばいなーってこうやばい、でこっちに来るんだよね、来た時にこう入ってるとかねこうこの手見てる、この手考えてる、そしてそういう感じ、どうしたら、じゃあじゃあいいや、こう来たらこう足自由にして、足自由にして、こう足自由にして足、そしてこういうふうに入って、裏から入ってもいいよ、肘気にしてこうやらないで、こういうふうに気にしない練習だから、じゃあ少し塩投げでやってみようかな、いろいろ形できますよね、こういうふうにこう打たれてもいいや、打たれてもね、こう持たれて、持ってここに持ってきて、からこうに持ってきて、こうに入ってきた、来てもいいし、こうに持ってきて、こうに入ってきて、この手気にして、この手止める、それからこうに入ってきてもいい、いろんな形ができるからね、じゃあ塩投げで、今度は自分がこう、なんていうの、こうやばいなって、こういうふうに僕は言ってんだけどね、やばいなって。そうすると割とこういう自分こういうなんて攻撃する気持ちがなくなっちゃって、こういう手を攻撃してこうやってやるっていうことはなくて、やばいなってこういうふうにやってるで、やばいなってやってこういうとこ見えてんだよね、こういう手とかね、でこういうとこ当たらないようにやばいなって、そういうふうにさばいてるのだからこういうふうに攻撃、こう攻撃していくんじゃなくて、やばいなってこういうふうに今当たっちゃったけどね、こうやばいなってこうやばいなって、やばいなって、そういう感じ、それだからこう出てくるっていうかね、こうやってやばいなってこうやばいなって、あんまりここで攻撃する感じじゃなくて、こうやばいなって、もうやばいなって、やばいなってやってるけど、相手が受けちゃったって、そうでこうやってって やらないでやばいなって、それからこういうふうに優先順位はやっつけることよりも、自分の身を守るっていう、そういうことだから、こうね、こう、自分の中心を守って、こう守って、そういうことだからね、そういうふうに、そういうことも意図してるってことね。で、あんまりやっつけていかない。やばいなって思う。やばいなって思う。やばいなって。じゃあそういうふうに意図してちょっとやってみようかな。じゃあやってみましょう。もう一つはこの手ね、この手ボサッとしてたらやられちゃうからね、いつもこういうふうにやった時にこう見てる、そしてできたらこの手でこの手を止めるとかね、それからこの手が来るんだったらこの手を止めて、当たらない位置、肘が当たらない位置
にこういうふうに入ってる、そうすればいいんですよね。だからそういうことに 気がついてるっていうのがすごく大事なの。だから気がつかないでこういうふうに相手をやっつけることばっかり考えてると、そういうこと気がつかないから、 まずは自分のことに気がついてこういうふうにこう見てるね、それで当たらないようにとかこの反対の手でこういうふうにやって足が来るのをこうやって待ってろーっつうとやばいんだよって、こういうふうに来ればこういうふうに来てるんだよね。でそういうふうにだからは何て言うのかな、こう反撃を受けないように したいわけだから、なるべく気がついてて自分が姿勢がまっすぐでなるべく気がついてて、そして安定してて姿勢がこう曲がらないで安定してて、そしてこういうふうにでこうねつこうやばいって こういうふうにね思ってた方がいいと思うんですよ。でいろいろさばきがあって、そうね上がってきてこういうふうに場所を作ってあげて、相手の場所を作ってあげてこうまあそういうことなんですけどね。あのみんなそうなんだけど、僕もそうなんだけど、下手なんですよ。下手ってのは失敗するの、大体失敗するの、こうやって失敗する、こうボカってきたら教えてくれるんだから彼女ね。だからそういうことを思ってやべえなって、こういやばいんだよってこういうふうに、そういうことが大事で、自分がなんとなく下手くそだと思ってるっていうこのね、いつもね、でこの手を利用してこういうふうに利用して場所を作って、こうねこう場所を作ってこう自分が安定してるってことは、そういうふうに気づくっていうね、気づくってこういう気づくって、そういう話だから、それが大事だから、じゃあもう少しやって終わりましょう。はい、ありがとうございました。